火曜日、水曜日が暑かった。屋根の結構ね、あれだ、踏ん張ってるじゃん。やけどしてるの。そうだ。川がブヨブヨになって、これやめた。半日、午前中しかできないと思う。あれ一日やったら川がひんむけ。本当だよ。あとちっと、こっちはあとちっとで終わりだけど。やめちゃった。今日は久々に切るのって。すごいですね。上からみんな気づく。地元が切るよね。火曜日、水曜日はみんな倒したらしいです。まあ、一人だもんで、チルホール引っ張ったもんだ、歩くに用じゃね。もっと連れてくる。もっと足って元に。もっと使い物なんねえな。元は C 型肝炎だって言うけど、なんか手術したのかな。輸血なんかするような手術したかな。 C 型 B 型だろ、あれだろ。今保証もらえるだろ。確か B 型肝炎って言った。あのほら、あ、注射器のほら、回し打ちしたいよ、あれで。動き、なんか言うとき、なんか言う、なんか言いながら、そういうこと言いながら、よく喋るね、これ、しずみは。うん、よく喋って、無駄な動きが多い。名前つけてもらったか。これがしずみで、向こうがホタテ。上から撮る。上から撮ったらさ、大丈夫、後頭部だけしか映んないんだってば。背中と。じゃあ、ちょっともっと近くから。ホタテが映らない。黒くて分かんない。黒くては。下に寸胴してるんですよ。島田の犬死んじゃったってみんな。あ、白いの、うん、そんな年だった？14。あ、で大型犬だもんね。でもあれか、ジュニア最後はおむつやってさ、ずっと飼ってたけど、もう痩せこけちゃってダメだった。え、こっちに連れてきてたのはもっと前？前。何年も前の話？いや、この間まで連れてきたのよ。え、じゃあもうそれがそんないきなりおむつになっちゃって？うん、あ、そう。でもう老衰ってこと？老衰だよ、完全に。一つはもうガンで食べて。ああ、あれでしょ、夫婦の犬だったんだっけ？うん、いや違う？一つの犬から9つ生まれて、うん、4つ取ったのか、うん、置いといたら。兄弟。うん、暑いのに、やっぱ抱っこがいいか。いっちゃんがどっか行っちゃった。あれ？そういえば公務員もいないね。あ、公務員いたいか。